皆さんこんにちは。芸能界で長年活躍している歌手で俳優の蒼井輝彦さん、2023年現在どのようにしているのでしょうか。今回は蒼井輝彦さんのこれまでの経歴や私生活について深掘りしていきたいと思います。蒼井輝彦さんは1948年1月10日生まれ、東京都杉並区の出身です。長年芸能界で活躍し続けている蒼井輝彦さんですが、2022年に74歳となりました。しかし精力的に俳優活動を続けているということです。2019年にはテレビ朝日で放送されている徹子の部屋に出演しました。この時71歳になっていましたが、伸びやかで縁のある歌声を披露していました。鳥が好きということでバードウォッチングを楽しんでいるそうです。新型コロナウイルスが蔓延する前はニューカレドニア島など海外にも鳥を見に訪れていたそうです。鳥を見に行くということはたくさん歩くでしょうから健康にも良さそうな趣味と言えます。さらに2021年12月には帝国劇場で行われたジャニーズの公演 ABC ザ・ジャニーズ伝説2021 at インペリアルシアターに映像出演しています。それでは蒼井輝彦さんの父親や兄弟などのエピソードを紹介していきます。蒼井輝彦さんの父親は新聞やラジオ局の取締役だったそうで、蒼井秀隆さんと言います。学生時代は野球にも打ち込み、高校野球で甲子園に出場したほどスポーツ万能だったそうです。早稲田大学でも野球をしており、遠征でアメリカにも行っています。そして社会人になってからも仕事ができる人だったようです。マスコミ業界では非常に有名な方で、産経新聞社や文化放送で取締役を務め上げました。文化放送には名字をそのまま取った蒼井の間という部屋があったそうです。さまざまな相談をしに多くの人が蒼井の間を訪れたのだと言われています。その後ホーマー製菓の社長も務めています。とても頼りがいがありしっかりとしたお父さんだったということがわかります。蒼井輝彦さんがジャニーズに入った時はお父さんはジャニー喜多川さんに怒鳴り込んだそうです。輝彦はうちの一人息子だぞと、大事に育てていた息子が芸能界に入ることを不満に思ったのかもしれません。そこでジャニー喜多川さんは学校にはきちんと通わせて、その後に活動をさせるようにします、部活のように考えてくださいと約束したそうです。その約束通り学業をおろそかにすることなく芸能活動に力を入れた蒼井輝彦さん。アイドルになって人気者になっても父親が常日頃伝えていた芸能人である前に人間であるということを決して忘れるなという言葉を常に忘れずにいるそうです。蒼井輝彦さんの兄弟については存在が確認できませんでした。しかし歌手で俳優だった西郷輝彦さんと兄弟関係なのではないかと思う人が多いようです。二人とも彫りの深い整った顔立ちをしています。ただし兄弟と間違えられるほど似ているわけではないようです。下の名前も輝彦で全く同じということと、歌手であったり時代劇のドラマに出演したりと共通点も多い二人です。それで兄弟なのではと思われているようですが、もしそうなら名字が同じケースが多いのではないでしょうか。実際に出身地も異なりますし、二人が家族関係であるということはなさそうです。ここから蒼井輝彦さんが若かった頃の芸能活動にフォーカスしていきます。数々の名作や名曲を残していることがわかります。蒼井輝彦さんの俳優としての代表作は何と言っても水戸黄門の助さんでしょう。1988年から2000年までの長い期間、黄門様を支える重要な役柄を渋く演じていました。では若い頃の蒼井輝彦さんはどのような作品に出演していたのでしょうか。22歳だった1970年から放送された TBS 系列のドラマ二人の世界では歌も担当していた蒼井輝彦さん。主題歌二人の世界は大ヒットし、オリコンチャートでは週間で最高3位になりました。ドラマ内では栗原小牧さんの弟役で出演していました。さらに28歳だった1976年には名作映画犬神家の一族にも出演しています。一族の相続争いや恨みから起こる連続殺人事件を
不気味な映像とともに記憶している人も多いのではないでしょうか。石坂浩二さん演じる金田一耕助シリーズの最初の作品でもあります。蒼井照彦さんは重要人物である犬が見助清と青沼静馬の二役を演じました。1978年に初めてテレビで放送された時は関東地区の視聴率で 40.2% を記録しています。いかに話題性があった作品だったかがわかります。蒼井照彦さんが俳優として活躍していたことは推測できましたが、声優もしていたことを知らなかった人も多いのではないでしょうか。蒼井照彦さんは1970年に放送された大ヒットアニメ明日のジョーで声優をしていたことが明らかになっています。50年以上経った2023年現在でも明日のジョーを知っている人は多いでしょう。蒼井照彦さんはなんと主人公の矢吹丈の声を担当していたのです。時代劇の俳優というイメージしかなかったという人にとっては驚くことでしょう。蒼井照彦さんが芸能界に入るきっかけになったのはジャニー北川さんの野球チームに所属していたからでした。そのチームの中から選ばれて1962年に結成されたのがアイドルグループのジャニーズでした。ジャニーズといえば2023年現在も人気の男性アイドルグループを有する芸能事務所です。蒼井照彦さんはそのジャニーズの初代グループメンバーだったのです。実は元の野球チームはあまりにも下手だったのでエラーズ、ヘターズという名前にしようと言われていたそうです。しかし蒼井照彦さんがかっこ悪いですよ、ジャニーさんが監督だからジャニーズにしましょうと提案しました。つまりジャニーズという名前は蒼井照彦さんの命名だったというのです。1967年年末をもってジャニーズが解散した後は1970年に2人の世界でソロ歌手として成功しました。さらに1976年発売のあなただけをはオリコンチャートで6週間も連続1位を獲得するほどの大ヒットを記録します。 NHK 紅白歌合戦にも出場し日本優先大賞で優先ヒット賞と特別監督賞も受賞したのです。このようにあらゆる面で売れっ子だったことがわかります。若い頃から蒼井照彦さんは整った顔立ちで爽やかでした。また病気の噂があるようですが、時々見かける蒼井照彦さんは非常に元気です。若い頃まで遡っても病気だったことはないようです。これは前述した西郷輝彦さんと混同されているので病気という言葉が出てきたのでしょう。兄弟なのではと言われたり、同一人物なのではと噂されたりしているから混同されてしまったのではないでしょうか。ちなみに西郷輝彦さんは前立腺がんを患い2022年2月20日にこの世を去りました。自身ががんになり治療を受けることなどを公表して戦い続けていました。結論としては蒼井照彦さんが2023年現在病気であるということはなさそうです。さて蒼井照彦さんの家族についてご紹介します。蒼井照彦さんの息子さんは蒼井和樹さんです。一時期俳優を目指して芸能事務所プロダクション荻に所属していました。ですが現在所属タレント一覧に名前がありませんのですでに引退をされた可能性があります。噂では蒼井和樹さんも若い頃ジャニーズ事務所に所属していたと言われています。この点から見ても父親である照彦さんと同じ道を目指したのかもしれません。蒼井照彦さんの娘さんは蒼井絵里奈さんです。蒼井絵里奈さんはボランティア活動に興味がありそのことからアジアに興味を持ったそうです。そのため大学2年の頃にタイへ短期の語学留学していたことがあります。その後本格的な留学を決めた蒼井絵里奈さんはチュラロンコン大学院へ入ります。在学中ヒップホップグループアフロブロスで音楽活動を始めついにはデビューを果たしました。蒼井絵里奈さんはなんとタイ国内の CD セールスチャートで1位になったのです。しかも日本でもエリナ&カッパロール名義でデビューしたそうです。しかしタイで音楽活動をしていた蒼井絵里奈さんに激怒したのが父親の照彦さんだったそうです。勉強のために留学したはずの娘が全く関係のない音楽活動をしていたら怒りたくなるのは親心なのかもしれません。その後
留学も終わり日本に帰国した青井絵里奈さんはタイ人のユウさんと結婚しました。お婿さんのユウさんはとても好青年なようで、今はお婿さんと一緒にタイ料理店スアンサワン赤坂店というレストランを経営しています。青井照彦さんが結婚したのは1972年10月です。お相手はファッションモデルをしていた7歳年上の畑典子さんです。当時としては珍しくホノルルで結婚式を挙げたといいます。24歳という若さで結婚した後、11枚目のシングルあなただけをが大ヒットし NHK 紅白歌合戦にも出場しています。そんな青井照彦さんですが、お孫さんがいるようです。2017年6月13日にテレビ朝日で放送された徹子の部屋では3人の孫がいると発言しています。息子さん娘さんそれぞれが結婚しお子さんがいるそうで、娘の青井武志里奈さん曰く、娘である自分には厳しい、孫には別人格が出たのかと思うくらい優しいということです。やはり青井照彦さんも孫には優しいおじいちゃんの一面を持っているのでしょう。青井照彦さんの趣味であるバードウォッチングにも家族みんなで一緒に行くそうなので、お孫さんも鳥好きになるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は青井照彦さんのこれまでの経歴や私生活について深掘りしてきました。長い芸能活動でも活躍を続けている青井照彦さんは仲の良いご家族と過ごされているようです。老舗の芸能事務所ジャニーズ事務所の名付け親だったことを知らない人は多いのではないでしょうか。自身も所属していたとはいえ、自身が名付けた事務所がここまで大きく成長し長く愛されるとは思ってもみなかったことでしょう。青井照彦という芸名にはこんな逸話が残っています。当初漢字表記で青井照彦でしたが、それでは固いというジャニー喜多川さんの助言でひらがな表記にしてそのまま芸名にしたそうです。お互いに助言し合える素敵な関係だったことがうかがえます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をお願いします。